中国上海の一部地域でコロナ対策のためにまかれた消毒剤の影響で嘔吐やめまいなどの体調不良を訴える住民が相次ぎました。到了都已经雨水化了阿姨你的扫把扫把弄脏了全都是消毒片扫不掉一扫就化了。アスファルトの上にまかれた大量の白い粒、この映像はおととい上海市内の団地で撮影されました。この白い粒から発せられる匂いが原因で嘔吐やめまいなどの体調不良を訴える住民が相次ぎました。地元当局などの発表によりますと、この白い物体はコロナ対策のために路上や下水道にまかれた消毒成分のあるタブレットだということです。地元当局は住民に謝罪し、雨の日に路上や下水道に消毒剤をまき、広範囲を消毒するつもりだったが、当日の雨量が予想より少なかったとコメントを発表しています。